この動画は前回のこちらの動画の続きでございます。好きが全くわからないまま肉食系女子と付き合ってしまったザリガニは一体どうなってしまうのか。それでは後編がスタート。好きってなんだろうっていう大学生みたいな悩みを抱えた時期があって、好きってわかんねえな、何なんだろう好きってっていう状態が続いた時に、その肉食系女子の方がこうアプローチくれたのよ。でもしかすると、この子と付き合ってる時に、好きっていう気持ちが芽生えるかもしれないと思ったのよ。で、ちゃんとそのことをね、俺今、好きって何かわかんないけど、その状態でもいいなら、お付き合いさせてくださいみたいな感じで、こう、アプローチを OK したんよ。開けまーす。忘れてたわ。てい、マシュマロ!これ何味?ダブルチョコマシュマロだって、1個やん。で、そんな感じで、好きってわかんないよ状態でもいいならっていう感じでお付き合いがスタートして、で、向こうは、私シェフだから、美味しい料理作って胃袋掴んじゃうぞとか、絶対好きにさせ見せるからねって言われてたんだけど、こうなんかザリガニョって、犬系男子か猫系男子かっていうと、10-0で犬系男子だから、俺がこう、捕まえたいな。俺が振り向かせたいみたいな感じがあるから、その子がどん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 来るたび、俺はどん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 遠ざけたのよ。で、結局こうね、ずる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 1ヶ月くらい付き合って、旅行とかも行ったんだけど、まあ、そのままこう、結局ザリガニが好きっていう気持ちがわかんないままだったの。で、そしたらその肉食彼女が、ねえ、いつになったら好きになってくれるのって言われて。え?でも、まあ、確かに俺クズ男だと思うよ。好きっていう状態がわかんないのに付き合った。でも、好きっていう状態がわかんないで OK って付き合ってくれたんだから、待っててくれたら嬉しいなと思ったんだけど、まあ女性の皆さんもちろんね、何のために付き合ってんだろうと思っちゃうかもしれないから、結局こう向こうはダメってなっちゃってお別れしましたと。っていうのがあって、で、最後や最後。結局そのことはね、絶縁しちゃったんだよね。結構悔しかったんだよね。まあごめん、絶縁しちゃったとか言っときながら俺が全部ブロックしたんだけど、LINE、Twitter、インスタ、ちょっと。全ブロックしちゃったんだけど。まあ、それでお別れしましたと。で、次に付き合ったのが、Tinder で出会った台湾の女の子です。これ Tinder って何かっていうと、マッチングアプリなんよ。で、マッチングアプリって聞くと、うわ、ザリガニお前、やりもくじゃねえかと、うわ、きっしょーと思うかもしれないんだけど、俺ね、彼女を作るために Tinder を始めたんじゃなくて、英語を勉強したいと思って Tinder を始めたんよ。これ友達に言っても、お前どうせそういうこと言ってさ、ただただやりもくだろみたいにやったんだけど、いやもう本当に違いますと。で、ザリガニはね、海外の人ばっかりをこうスワイプって言って、興味ありますよ、興味ないですよっていうものをやってくんだけど、海外の人をずっとこう興味ありますよ、興味ベスよみたいな感じでやってって、で、出会ったのが、クレアちゃんです。クレアちゃん。クレアって言うんだけど、クレアって呼ぶと、NO!クレアって言われるから、sorry、クレアって言うんだけど、そのクレアちゃんは台湾の女の子だったんよ。で、ザリガニは英語を勉強したい。クレアちゃんは日本語を勉強したいっていう感じで、こう、言語を交換し合うっていう感じの友達ができましたと。で、3回くらいご飯行きながら、ハロー、thank you, パイナポー、フー、アポー、パイナポー、ペンイーみたいな感じでね、英語を勉強してたんだけど、そこそこデートを進んでいる中で、あ、この人なんかいいなと思って、友達としてじゃなくて、女性としてなんか俺、あ、これが好きっていう気持ちなのかなみたいな感じで出てきて、こう3回目のデートにドライブでどっか行きましたと。で、ドライブで行ってる時に、今日は3回目のデートだと。3回目のデートを向こうも OK してくれるから、もう告白したら OK してもらえるに違いないと思って。ただ、会話って全部英語なんよ。だから、待ってと。英語で告白するのってどうすりゃいいんだと思って。Can you marry me? は結婚してくださいだから違うと。どうやってやればいいんだろうと思って。で、それを考えてたのはもうドライブの帰り道だったんだけど、もうどうすればいいんだろうどうすればいいんだろうと思った時に、車の中でとある曲が流れてたんだけど、お互いこう文化が違うから、好きな曲って一致しないわけよ。俺は洋楽知らないし、向こうは J-POP 知らないから、じゃあお互いが知ってる海外の曲ってなんだろう?あ、ディズニーだと思って、その時ね、穴雪流してたのよ。降り始めた雪は足跡を消してとかあるじゃん。あれの英語バージョン流してたりとか、あとどこにも出口のない日々が、突然に変わりそう。僕もなんとかなんとかなんとかってあるじゃん。その英語バージョンが流れてたんよ。で、ザリガニはその曲の日本語バージョンを知ってたから、一番最後に、ちょっとおかしなこと言ってもいい?僕と結婚してくれみたいなのあるやん。で、そのちょっとおかしなこと言ってもいい?っていうセリフが、Can I say something crazy? っていう感じだったんよ。だから、そのセリフを聞いた瞬間に、来ましたー
告白の瞬間これするぞと思って、もうドライブをしながら、もう彼女の家に到着しましたと。じゃあそろそろ家だねって時に、Wait, ちょっと待てと。で、そこで、もう心臓バクバクよ。心臓バクバクの状態で、Can I say something crazy? Can I say something crazy? って言った時に彼女が、キモい。キモい。嘘でしょ。俺がカッコつけて言ったのに、キモいの一言。そんなずっと英語で喋ってたのに、キモい。まあ、とはいつつもね、もうその場のノリに任せて、Will you be my girlfriend? 僕の彼女になってくれませんか?キモい、シュアっていう感じで、お付き合いしましたと。で、付き合ってから順風満帆にいくかと思ったら、その彼女、毎日電話をしたい系、Tinder 台湾系女子だったんよ。で、ザリガニは電話嫌いなの、実は。用のない会話って好きじゃないのよ。これ男のあるあるだと思うんだけど、何気ない会話よりも、こう、身のある会話が好きなんよ。特に俺結構仕事が好きだから、最近こういうことで悩んでんだけど、どういうのがいいと思うみたいな感じのトークが好きだから、今はもうちょっとわかんないんだけどね。2年前のザリガニはそういうことが好きだったから、何気ない彼女の会話がすごく苦手で、で、しかも、全部英語なのよ。まあもちろんね、英語を勉強したいっていう目的で出会ったから、全部英語なのは当然だし、俺から要求したから、わかるんだけど、仕事が終わって疲れた後に毎日電話1時間全部英語なんよ。だから疲れてる状態で英語来ました、英語を頭の中で日本語に変換して、もう一回それを英語に変換して喋るっていう感じなのよ。そのやりとりが本当に疲れちゃって、しかも俺からは一切電話しなかったのよ。だって俺あんま電話好きじゃないから。そしたら彼女が、なんでザリガニからは電話してくれないの、私ばっかり好きみたいじゃないって言われたから、いやごめんと、俺は電話があんまり好きじゃないから、俺からはあんまりできないかな、でも別に電話してくれる分には嬉しいよって言ったら、なんか私と恋愛すれ違い、一方通行すれ違い、君の考え想定外みたいに言われたから、言われてないんだけどで、それでまあ結局お別れしましたと。っていう感じでザリガニの恋愛は終わりました。スプラトゥーン中別れた彼女と、肉食系女子と台湾系 Tinder 女子っていう感じでございました。まあなかなか面白い過去なのかな、どうなんだろう。あ、やべ、いただきます。おせんべい。まあそんな感じで長くなったんだけども、ザリガニの加工恋愛動画でした。どうしよう、この動画元カノ見てたら、ほんとごめんなんだけど、結構だって悪口に近くない、これ大丈夫そう。結局さ、俺が思ったことを言ってるからさ、元カノたちはいやいやザリガニ全然そんなことないんだけど、あなた言ってること違うよって思ってるかもしれないから、違ったらごめん。でも元カノたちはコメントしないで。まあということでね、いつものねジャニーズ系動画とは違って雑談配信になったんだけどもね、まあたまにはこういう感じで雑談していこうと思いますのでね、引き続きザリガニのことよろしくお願いしますはい、ということで今日の動画でした。別の動画ではジャニーズだったりキンプリだったりオタクに関することを動画にしてまして、おすすめ動画いっぱいありますので、ぜひ見てみてください。こういうプライベート系の話はツイッターとかポコチャが多いかな。インスタは結構ジャニーズばっかりだからそんな感じなんだけどね、よかったら見てみてください。チャンネル登録高評価が励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今日のザリガニでした。またね、バイバーイ。